ソロモン・バークはアメリカ合衆国の歌手。主に R&B、ソウルやゴスペルの分野で活動し、ミック・ジャガーやバン・モリソン等のロックミュージシャンにも大きな影響を与えた。ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第89位。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。7歳の頃、教会で初めて説教を行い、まだティーンエイジャーになる前に自分のラジオ番組を持ってゴスペルを歌っていた。1955年以降はアポロレコードから何枚かのレコードを発表。1960年、アトランティックレコードと契約。1961年にはジャスト・アウト・オブ・リーチがビルボード誌のポップチャートで24位、R&B チャートで7位に達し、初の全国的ヒット曲となった。バークのヒット曲、Down in the Valley は、オーティス・レディングにカバーされ、Cry to Me や Everybody Needs、Somebody to Love は、ローリング・ストーンズにカバーされた。Get You Off My Mind は、バークにとって、初の R&B チャート1位獲得シングルとなり、ポップチャートでも22位に達した。1968年には、アーサー・コンリー、ドン・コベイ、ベン・イー・キング、ジョー・テックスと共に、ソウルクランというユニットを結成し、シングル、ソウルミーティングをリリース。同作は R&B チャートで34位に達した。1969年には、クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルのカバー、プラウド・メアリーをヒットさせるが、1970年代になるとヒット曲に恵まれなくなる。しかし、バークはその後も精力的な活動を続ける。1981年、ニューヨークでソウルクランの再結成公演が行われるが、この時はアーサー・コンリーの都合がつかなかったため、代役としてウィルソン・ピケットが参加した。1986年には映画ザ・ビッグ・イージーで俳優デビューを果たした。また、映画ダーティ・ダンシングのサウンドトラックでは、バークのヒット曲Cry to Meが使用された。2000年公開の映画、アンブレイカブルのサウンドトラックで、バークのヒット曲、Just Out of Reach が使用された。2001年、バークはロックの殿堂入りを果たし、その授賞式では、メアリー・J・ブライジがプレゼンターを務め、キース・リチャーズとバークの共演による、Everybody Needs、Somebody to Love が披露された。2002年発表の Don't Give Up On Me は、バークを敬愛するミュージシャンが新たに書き下ろした楽曲を集めたアルバムで、バン・モリソン、トム・ウェイツ、ブライアン・ウィルソン、ボブ・ディラン、ニック・ロー等が新曲を提供した。同作はグラミー賞最優秀コンテンポラリー、ブルース・アルバム部門を受賞し、バークは初のグラミー受賞を果たす。また、デレク・トラックスバンドのジョイフル・ノイズにもゲスト参加した。2002年11月4日には、バークは、ローリング・ストーンズのロサンゼルス公演にゲスト参加し、Everybody Needs、Somebody to Love を共演。この模様は、アルバム、Live Licksに収録された。2003年、ジャンキー XL のアルバム、ラジオ JXL、アブロードキャストフロムザコンピューター、ヘルキャビンからの先行シングル、Catch Up to My Step に、フィーチャリングアーティストとして参加。2004年、ローリングストーンの選ぶオールタイム、グレーテストソング500で、バークのEverybody Needs、Somebody to Love が429位に選出された。2005年のアルバム、Make Do With What You Got は、バン・モリソンやドクター・ジョンが書き下ろした新曲や、ボブ・ディラン、ザ・バンド、ローリングストーンズのカバー等を収録。続く、ナッシュビル、キング・ソロモン・シングス・リズム&カントリーではカントリーに、挑戦した。2008年のアルバム、Like a Fire は、スティーブ・ジョーダンがプロデュースを担当し、エリック・クラプトンが2曲を提供。2010年5月の第24回ジャパン・ブルース&ソウル・カーニバルで、初の日本公演を行った。2010年10月、公演が予定されていた、オランダのアムステルダム・スキポール空港で急逝した。地元放送局のノスによると、ソロモンは、ロサンゼルスからの便に乗っており、スキポール空港に到着した後、機内で死亡しているのが発見されたという。死因については、ソロモン・バークのオフィシャルサイトで10日、親族が自然死と説明した。ありがとうございます。